さん、翔太が言ったの。町金から借りた店のツケすぐ返さないとまずいから、どうにかして金作れって。いつからそんなことを。本当は初めてだったの。でも来週までにお金を用意できなかったら翔太殺されるかもって言うから。てめえの命惜しくて自分の女に何とかしろってのか。本当にお前を大事にしてるならそんなこと言えるわけがねえ。でも私には翔太しかいないから。伊達さんならお前を守ろうとする。自分がどんな目に遭わされようともな、お前のことを一番大事に思ってるのは翔太じゃない、伊達さんだ。ねえ桐生さん、私お父さんが心配。その町金の場所わかるか。ピンク通りの花形ビル、そこがあいつらの事務所なの。行くぞさや、お前も一緒に来るんだ。桐生さんってお父さんとどういう関係なの？ん？まあ仕事関係で世話になったことがあってな。やっぱりそうじゃないかと思ったのよね。わかるのか？だって桐生さんどこからどう見てもヤクザだもの。四課の人って本職の人よりそれっぽいって言うじゃない。え？四課？ほんと刑事って周りのこと見えてないんだから。もっと普通の公務員らしい格好をしてほしいのよね。まあそういうことにしておくか。さやはいつからカムロ町に出入りしてるんだ？半年くらい前から。学校もつまんないし家でも喧嘩ばかりだし、そんな時翔太に出会って。借金をする羽目になった。子供が背伸びして大人の世界に首突っ込んだ結果がこれだ。一人前に扱われたかったら自分で自分の責任を取れるようになるんだな。ちょっとそんな言い方。俺にもそういう時期があったんだ。え？自分が何もできねえガキだということも分からず勝手に突っ走った挙句周りに迷惑をかけちまった。桐生さん、まだ手遅れじゃない。伊達さんのところへ急ごう。おい、そこ。おい、そこだ。お前殺すぞ。俺邪魔だ。おら、普段どんな話をするんだ？最近は何も。ドタキャンばっかだし、あったらあったでつまんなそうにしてるだけ。この間なんか髪型ガラッと変えていったのに何にも言わないし、刑事のくせに勘が鈍いんだから。それは違う。伊達さんはきっとお前の内面を大事にしているんだ。内面？お前をサヤという一人の人間として見ているからこそ
髪型や服装が変わったところで見方を変えたりはしないんだ。嘘、お父さんがそんな風に思ってたなんて。そうだったんだ。多分な。このまま家帰っても楽しくない。お前ら。ねえあんた、さやの親父さんなら金払ってよ。そしたらビデオの話は忘れてやるよ。いくらなんだ。店のツケが20、俺が立て替えたから利子と合わせて400。翔太さ、うちの系列で金借りたのよ。その利子が乗っかってんだよ。バカな。払えないんだったらさやちゃん、しょうがないでしょ。おい翔太、何やってんだ。こいつサツか。へえ、4か、丸棒じゃねえか。マジか、やべえじゃねえかよ。まあ待てよ、お父さんさ、丸棒だったら押収した拳銃とか山ほどあんだろ。何？そいつを回してくれたらサヤの借金チャラにしてやるよ。どうだ、いい話だろ。話にならねえよ。強がってんじゃねえよ翔太。なんで？薄情な親父だねあんた。娘大事じゃないの？大事だ、大事に決まってんだろ。さやには指一本触れさせねえ。だったら要求を飲めよ。俺はさやの父親だ。だが警察官だ。お前らの要求は飲めねえ。じゃあさやはどうなってもいいんだな。ああ、あんたはさやより仕事を取ったんだな。殺せよ。なんだと？殺せって言ったんだ。ここで俺が死ねばさすがにお前らでも逃げ切れないだろう。日本の警察は甘くねえんだよ。それにさやはきっと俺の友達が守ってくれる。じゃあ望み通りにしてやるよ。別に俺らは殺なんか怖くねえ。鼻から失うものなんてねえんだよ。お父さん！なんだてめえ！あんた初めっからグルだったわけだ。腐ってるぜお前ら。一緒にぶっ殺してやる。400だって？冗談にしても笑いやしねえな。いえ証文
出せよ。借りができたな、キリュウ。いや。お父さん。普通の女子高生なんだな、そうしてると。やだ、ジロジロ見ないでよ。お父さん。さや、俺はダメな親父だ。10年前、お母さんとお前から逃げ出した。だから、お前に何も言えた義理じゃないと分かってる。でもな、それでも一つだけ約束してくれないか。自分をもっと大切にしてくれ。サエが幸せになるためにもっと自分自身を愛してくれ。それでもお前が苦しんだり危ない目にあったら、俺は守ってやる。守ってやるから。分かった、分かったから泣かないでよ。キリュウ。おはよう、伊達君。課長、何か？ああ、ちょっと話がね。何のお話でしょうか？10年前、君は独断である事件の捜査を進め、その後のキャリアを滞らせた。二度目がないことは分かっているね。ええ、まあ。単刀直入に言おう。今君が調べていることからすぐに手を引くんだ。どの件でしょう？交渉の余地はないんだよ、伊達君。今すぐ手を引きなさい。話は以上だ。失礼します。おい、伊達君。今のが伊達刑事かね？はい。どうだ、須藤君。誘拐犯なんですね、伊達さんと一緒にいるのは。そうだ。依頼主は明かせないが、捜索願いが出ている。上から直接頼まれた異例の任務だが、一課で引き受けてもらえないか？わかりました。その様子じゃ柏木に泣くまで怒られたって感じやな。島野のおじき。聞いたで、踊れの子分に手合いとるようやの、錦山。せっかく笠間のおやさんにいろいろと便宜を図ってもらったってのに、俺が不甲斐ないせいで。やっぱりわしが思ってた通りや。風間っちゅう男もえげつないことをやりよるの。どういうことです？本気でお前を大事に育てる気やろうや。やったらそんな連中選ぶはずないやろ。まあ
嫌な思い散々させてお前が値上げるのを待っとるんやろな。そんな。これだけは覚えとけ。風間はな、桐生に組を持たせたいだけや。桐生のやったことは絶対許されへん。せやけどな、皮肉なもんやが桐生の評判はすこぶれえで。まあ大物やったちゅうのはそれなりの貫禄がつくもんや。シャバに出た時はもうお前には手の届かんところにおるやろな。親殺しの外道でも貫禄さえつきゃそれなりに上になれるんがわしらの世界や。ひょっとすると目障りなくらいでかい組こしらえるかもしれん。でも柏木さんは桐生が出てきたら俺の組で面倒見てやれって。どやこ、目覚ませ。面倒見られんのはお前の方や。まあでもそん時は桐生もやりづらいやろうからの。お前の扱いには困るはずや。人も殺せんガキが無理しても先はあらへん。カタギにでもなれや。おい、キリュウ。こいつを見てくれ。これは？今朝、東京湾に上がった女の水死体だ。この入れ墨。死因は頭部挫傷及び出血多量によるショック死。死体はコンクリートの重しをつけられて沈んでいた。かなりの拷問を受けている。水木なのか。何とも言えんが、ただこの入れ墨、水木の入れてた模様と一緒なんじゃないのか。これは。どうした。この辺りよく見てくれ。小さく歌って文字が見えないか。ああ。こいつは二代目歌堀の仕事だ。この堀氏は必ずどこかに自分の銘を入れるんだ。じゃあこの死体の入れ墨もその堀氏が。ああ、俺の背中も掘ってくれた。千両通りとピンク通りの間の龍神会館にいるはずだ。写真の女が水木なら遥かには酷だ。あいつには伏せておく。ああ。ちょっと出てくる。いってらっしゃい。伊達さん、俺の事件のせいで四課に飛ばされたって言ったよな。ちょっとそこな。よし、はい、待れ。マジ逃げんなって。逃げ足早いよ。ちょっとそこな。
いらっしゃいませ。
ですね。おい、
そこな。とりあえずてめえ殴るわ。おい。え？Thank you.
何？あ？
気に食わねえな。後悔するな。下がら待てっつってんだ。ヒューズちまえ。落ちるかな。落ちるかな。いらっしゃいませ。ありがとう。
何？はい。
そうだな。はい。うん。
おい。足の速いやつだ。付き合いとかあるじゃん。あいつは。おお、そうですね。来てますよね。120分コース。おお。おい、待てよ。なんでだな。ちょっと。うわ。おお。待てって。今日も結構高いでしょ。おお。お前みてえなやつ見てるとよ、腹立ってくんだよ。ちょっとそこのお前、足くせえんだよ。後悔するんだよ。Yeah!
許してください。お前みてえなやつ見てるとよ、腹立ってくんだよ。ちょっと下がろう。黙って財布出せよ。何なんだ。
勘弁してくれよ。マイって言ったな、覚えてるぜ。ごめんなさい、許して。私ただの使いっぱしりなんです。あの、今ならこの間の店開いてます。だから仕返しならそっちに。それじゃあ。おお、これはこれは、この間は随分と酔っ払ってたみたいですね。あれからちゃんと家に帰れました？その借りを返しに来てやったんだ。いや、貸したつもりはねえな。きちんとお代もいただきましたしね。どうしても文句があるってんなら、お帰りいただくほかねえやな。上等だ。あんたの勝ちだ。もう勘弁してくれ。口ほどにもねえな。はい、あの、詐称ですが、ご迷惑料ということで。こんなもんで勘弁していただけないでしょうか。無理だな。もちろんこれだけじゃありません。お耳寄りな情報がありまして、あの、あるラーメン屋の地下に秘密のカジノがあるんです。出入りの合言葉は半ちゃんラーメンつゆだく。あとは店の主人が案内してくれますから。それじゃあ俺たちはこれで。本当にどうもすいませんでした。ちょっとお前、おい、おお、おっと、何？
いや、ん？さすがや。おい。
いや。お久しぶりです。おお、桐生か。はい、先日出所してまいりました。で、世良の葬式であの大暴れかどうした、炭でも入れ直しに来たのか。いえ。この文様は月下美人だな。一年に一晩しか咲かねって花だ。実はこの入れ墨、俺が掘ったって言いてえのか。確かにこれは俺の文様だが、最近は真似するやつも多い。俺は掘った入れ墨は全部覚えてるんだ。こいつは俺じゃねえよ。そうですか。もしもし。おお、お前か。ああ、いるぜ。錦山からだ。え？桐生だ。久しぶりだ、兄弟。どうして俺がここにいると。情報ってのは権力の大きいところに集まるもんだ。今の俺は欲しいと思った情報は大概手に入る。
水木の死体はもう見たか。何だと。お前と差しで話がしたい。明日夜の10時セレナで会おう。キリュウ、背中の竜に色入れ直してやる。弱っちい竜じゃ今の錦山には勝てねえぜ。もう十何年も前か、お前は竜を、そして錦山は鯉を背中に入れた。入れ墨ってのは背負ってるそいつ自身が光らせるもんでな。今錦山の背中はすげえ色に輝いてるはずだ。これでやっとあいつはお前と対等に張り合える。俺と甲賀を泳ぐ鯉は山脈を経てやがて竜門に入る。竜門を登り切った鯉は竜に生まれ変わるんだ。やつは竜門を登り切ろうとしている。最後に竜になるためにはお前という相手が必要なのかもしれねえな。
錦山がここに？ああ、はるかは東城間に狙われてる。連れ出さねえとまずいぞ。冴の河原が一番安全だろう。あそこか。まあ確かにそうだろうが。行かないよ私。どうしたの、はるかちゃん。おじさん、さっきお母さんのこと調べに行ってたんでしょ。なのになんで連れて行ってくれないの。私、お母さんに会いたいの。ここに遊びに来たんじゃないの。おい、はるか。このペンダントでしょ。このペンダントがみんな欲しいんでしょ。私なんてどうだっていいんでしょ。おじさんだってきっと100億円欲しいから私と。すまん。お母さんのこと教えてよ。何か知ってるんでしょ。ねえ、教えてよ。なんとか言いなさいよ。はるか、キリュウはな、お前のお母さんが。うるせえ、言うな。はるか、今は俺を信じてくれ。それしか言えない。私だって信じたい。でも私にはお母さんしかいないの。おじさんが勝手にするって言うなら私もそうする。さよなら、はるかちゃん。はるか、キリュウさん、やっぱりご無事だったんですね。よかった。あれ、でもさっき例のお嬢ちゃん見かけたんですけどね。何、本当か。あ、はい、すぐそこのゲームセンターに入っていきましたよ。でもなんか様子が変だったな。どんな感じ。ええ、うつむいたまま歩いてたんで。そうか、あいつはまだ。いや、ちょっとそこまでは。でも店の客に聞けば。
わかった。ありがとう。怪しい男が幼い女の子連れてた。危ないよね。へえ、どこで？七福通りの駐車場のところ。超ヤバそうな感じ。お前、少女を見なかったか？酒持ってこい！おい、小さな女の子を見なかったか？うるせえ！酒だ！酒持ってこい！おい、女の子を見なかったか？どうなんだ！すいません。さっきまでここにいたんですが、スーツの男がさらって行きました。どこに行った？どこかの公園とか携帯で話してました。
ハルカはどこだ。キリュウさんに、伊達刑事ですね。こちらもお迎えする準備が整ったところです。ご案内いたします。ここはスターダストじゃないか。どういうことだ。お入りになれば分かりますよ。お待ちしてました、キリュウさん。ハルカは無事なんだろうな。ハルカ！クソ！カズキたちはどうした。別室です。縛るくらいはしていますが無事ですよ。何者だお前ら。それはやめておきましょう。お互いのためです。それよりお嬢さんが持っていたはずのペンダントは。お渡し願います。渡せばハルカを返すんだな。もちろんです。ストップ。そこで止まってください。ペンダントをこちらに投げてください。ハルカ、すまない。伊達さん、無事か。いや、ハルカが。くそ、アサイが腕を撃たれた。
お前らどこの組織のもんだ。極道じゃねえな。なんでペンダントのことを知ってる。おい答えろ。俺たちは人ハルカ、大丈夫か。出血の割には傷は浅い。大丈夫だ、心配ないだろう。おじさん、助けに来てくれたんだね。ああ、ごめんね、私が勝手なことばかりするから。ハルカ、俺もお前に謝らなきゃいけないことがあるんだ。ちゃんと聞いてくれるか。うん。水木、お前のお母さんな、もう死んでいたんだ。すまない、俺は助けることができなかった。ごめん、ごめんな、ハルカ。撃たれた男の胸にこのバッジがついていた。俺はこの線から少し探ってみることにする。ああ、頼む。すまない、こんな騒動に巻き込んじまって。何言ってんすか、そんなことを言わないでください。そうですよ、俺らの方こそ銃向けられたっきり何もできませんでした。すみません。おう、このお嬢ちゃんが噂の子か。ああ。嫌われちまったかな。なあ、この子をしばらくかくまってほしいんだが。わかったよ。でもあんたに頼まれ事するのも妙な気分だな。ああ、俺もだ。ここを好きに使うといい。まあ外見はちょいとあれだが。花屋、恩に着る。ありがとう。まあいいって、ここならヤクザも警察も攻めては来ねえ。安心していいぜ。桐生、俺は一度署に戻る。明日は錦山と会うんだ。今日はもう休め。ああ、そうさせてもらうよ。伊達さん。須藤、ここは世良の殺害現場です。四課の伊達さんが何か。そうだな、邪魔したな。10年前のあなたは私にとって目標だった。的確な捜査、周到な計画、そして事件への執着心、どれをとっても刑事として一流だった。それが今あなたの行動が理解できません。何が言いたい。私はあなたとあなたの協力者を監視しています。これは忠告ですよ先輩。須藤、お前に真実は捕まえられしない。キリュウ、まだに…だが…傷は浅い。それに、俺はここで待ってるから。わかった。